経営者の方が奥行きをこう見せていくというか、うん、奥行き、ああ奥行き見せてる、奥行きやられちゃって、もうやられてる、やられてる、チェンジ、やられてる、チェンジ、チェンジみたいな。はい、引き続き高野さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちかねのジャパンストックチャンネル、めっちゃいいですよ。めっちゃ言ってくれるんで気分良くなって、高野さんちょっと動画で喋ってくださいとそれきっかけなんですけど、いやいや株の勉強にもなるし、はい、経営者のコメント自体が参考になるし、はい、やっぱ上場したいと思ってる社長は、うん、まあ見た方がいいし、うん、ジャパンストックチャンネルの社長たち以上になるんだっていう目線で見るべきなのかなと思っていて、めちゃくちゃいいこと言いますね。しかもチャンネルに出てる人ってちょっとよく見てるんですけど、はいはい、ちょっと今はタイミングじゃないみたいな、うん、やっぱり出るってことは、うん、すごい調子が悪かったら出たくないじゃないですか、はい、そうですね、そうですね。だからなんかいい感じの時に出てるんじゃないかなと思っていて、それはそうですね、ありますよ。そうですね。だからなんかなんでいい意味でそういう人のオーラパワーとか知見とか発言を吸収しながら、はいはい、ただあのぐらい話さないと結局みんなが投資したいとか思わないってことだと思うんですよね。ゲスト誰 か, なんか印象に残る人は何人か聞いてみたいなと思ったんですけど、ベネフィットアンの白石兄貴すごいっすよね。去年ですね、去年末ぐらいか、なんかやっぱ聞いててこう盛り上がってくるというか、やっぱり成功してる会社の社長ってうちの会社の事業ってまあ簡単なんですよみたいな、やっぱ複雑すぎると理解できないじゃないですか、はいはいはい、じゃあもう会員数が伸びれば、うん、もう売上も利益も伸びるんで、うんうん、じゃあなぜ会員数が伸びるとかっていうとみたいな話で、うん、もうすごい分かりやすいですよね。ちなみに白石さんの収録の、まあ、これ裏話なんですけど、まあ、うちの番組って3話に分けて撮ってるんですよ。白石さんにそういう話したら切るとさみたいな、リズムあるからさみたいな、もう一本撮りであと切っといてみたいな、あ唯一もうずっと相づち打つしかなかったみたいな。株価うちだってどう考えても安いですよみたいな感じの、はっきり言うんで、そうですよね、うちの会社はちょっと高いと思われてるかもしれませんけども、うん、すごく安いと思いますと、うん、なぜならばみたいな、はいはい、経営者の方に必要なのって未来予想だと思うんですね。おこのマーケットはこういう風になるんで、ですからうちの会社はこうなりますっていう話をみんな聞きたいと思うんですよね。いいこと言うな改めて、はい、いい他にどうですか。やっぱチェンジさんですよ。チェンジさんの福留さんはもちろん、いやこれもう全部本音で喋っていいですか。もちろんもちろん、研修的な事業とふるさと納税的な事業、うんうん、買収したトラストバンク社ですね、うん、はい、でいうことなんだと思うんですよね、うん、で多くの会社さんっていうのが、うん、今手前でやってる事業っていうのは、うん、とても地道なものだと思うんですけど、うん、当然そういうサブスク的なものとか、うん、堅実的な事業構成になると思うんですよね、うん、ですけれどもやっぱ福留さんの話を聞いていると、うん、なんかチェンジさんの未来とか構想っていうのは明るいと思うし、はい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 、いや御社のビジネスモデルは何ですかみたいなこと なんかキムさんも聞いたじゃないですか。したらうちのビジネスモデルですか、いやもうねストーリーが6つそうそうそう6つあるんですよ、そうそうそうっていう風に言われて、そうそうそう、この経営者の方が奥行きをこう、うん、見せていくっていうか奥がないと思われたら今出し切ってるみたいな思われるのって、うん、社長としては僕は良くないと思ってるんですよ。なるほどなるほど、いや、うん、この人そこ知れぬ何かがきっとあるみたいな、はいはい、奥行きなんかわざとやってん意図的にやってんだろうみたいな福留さんわざとやってますよね。いやいや分かんないですけども、ああ奥行き見せてる、やられちゃってもうやられてる、チェンジみたいな。チェンジさんって社名も分かりやすいですよね。うん、1回で覚えられるってすごい、うん、チェンジですよね。いいですよね。で僕ちなみにジャパンストックチャンネル様に言いたいことは、はい、なんで株式わかるくんじゃなかったのかなと思ってたんですよ。
または株株テクノロジーとか株ロブテックスの方がいいんじゃないかって私は。チャンネル名で。チャンネル名がジャパンストックチャンネル、英語で検索しなきゃいけないんで。あ、エッジ立ってるな。でもチャンネル名か。すみません、これ僕考えたんですけど。いや、もちろんジャパンストックチャンネルはかっこいい名前だし、はい、真面目話ちょっとしていいですか。あの最初は IR っていいともにしようと思ったんですよ、いいとも風 で僕がグラサンかけてもいいかなってぐらい思ったんですよ、まあ、結論やめたのは上場企業社長これ出てくれんのかなっていうのと、まあ、そうですよね、うん、そうですよね、となんか嫌なんじゃないかなっていうのと、確かにブランディング的に、あとはそのコーポレートに出してくれないだろうなって言って、確かに IR っていいとも却下されて、大丈夫です、裏番組を作りましょう。裏番組、そう、高野さんはジャパンストックチャンネルほとんど見てくれてるっていうね。これもう絶対忙しい社長とか、はい、忙しいビジネスパーソンの人はもう 1.75 倍速がいい気がします、うんうんうん、なんかちょっとながら作業の時でもできるし、うん、これ全部見て、あと柴田さんの YouTube も全部見たら、柴田さんですね、あの決算書のやつですよね。そうですね、もう大学生の就職相談の時もその話してるんで、うん、あ、そうそう、あの高野さんはあのご自身で高野さんサロンやられてるんですけど、そのサロン会員にもわざわざジャパンストックチャンネル見た方がいいよって見た方がいいっすよ、これだただっすよ、ただでノウハウいろいろ知れるんで、これを見た後にいろんな決算説明資料を読むと、うん、ちょっと違った角度で見れるようになるんですよね。あの社長この辺熱量込めて喋ってたなとか、あのホークの社長さんはなんかその創業事業 の、うん、あの自治体向けのサービスをよく売らないかって言われてるけど、社長の口からもうこれを売ることは絶対ないですみたいな、うん、そうですね、はっきりと言ってましたからね。あ、じゃあやっぱ会社のコアっていうのはやっぱり自治体との強固なネットワークでとかっていうこともすごく理解できるし、だからビジネスをあの見つけるそのインスピレーションを得ることもできるという、できますね。ゼロベース思考で考えようとする方も多いじゃないですか。あ、はい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 、いや全然なんか成功してらっしゃる会社さんの応用系から考えるっていう方が早いと思うんで、なるほどなるほど、まあ、あといつかこのジャパンストックチャンネルの裏番組が、はい、裏番組できそうだけど、ちょっとコーラルスネクさんみたいにコーラルスネク裏番組ができて、いや実はあの時ああ喋ったんだけどみたいな話もあるかもしれないけど、ね、そうですね、裏番組あれですよね、あの、会員制にして裏番組は裏番組としての良さ、表番組は表番組としての良さ、ね、両面ありますからね。あ、どうしよう、裏番組の方が人気出ちゃったらどうしよう。あり得るかもしれない。あとなんか いいところありますか。でジャパンストックチャンネルのすごいところは、はい、まあ、これキムさんのパワーもある、はい、期待が大きいと思うんですけど、この社長、はい、この社長こういうの出んのみたいな、あはは、は出現率低い社長いますから ね、 そうですね、そのいわゆるなんか経営者体に出ないとか見たことないなみたいな、会ったことないけどこの社長、あ、こういう感じなんだみたいな、なるほど、へー、喋る姿初めて見たみたいな古いな、へーみたいな感じ、はい、結局、はい、目立ってる社長の情報は手に入るけど、うん、目立ってない社長の情報は手に入りにくい、うん、かつ儲かってたりしますからね。そうですね、で参考にしつつ経営に生かせばはいはいはい、いいし、いろいろシミュレーションできるんで、もうなんか一人でずっと喋っててほしいぐらいですけど、なんかあれですかね、だからニコ動みたいにこうストックチャンネルを見ながらこうコメントできるとかね、ディスカッションがあるといいのかもしれないですね。はい、最後あの高野さんのチャンネルの紹介もして最後ちょっと締めようと思うんですけど、そうですね、私はベンチャー転職チャンネルっていうチャンネルをやっていて、力入れ始めたのは去年の、うん、まあ11月とか12月ぐらいから、そうですね、はい、瞬く間に8000、まあまあ、8000人ぐらいですかね、うん、これはもうマニアックなチャンネルなんでね我々も高野さんも自覚してるんですけど、はいはい、もうあのマス向けになったら負けだと思ってて、あ、ね、マニアックであればあるほど刺さる人がいますからね、うん、まあベンチャーに本当に転職したいとか、はい、まあ、あとスタートアップとかベンチャーで活躍したいとか、はいはいはい、成長したいっていう人ですとか、うんうん、あとまあ経営者の方でも採用側の目線で見た時に転職のこと分かってるとすごくいいですし、転職とか採用とかに詳しい会社はやっぱり伸びるんですよね。それがもう高野さんのチャンネルではもういろんなコンテンツに分かれて、アニメーションから高野さんが喋るやつからあるんで、まあ一応頑張ってるんで、はい、応援いただけると概要欄に貼っておきますんで、皆さんありがたい、チャンネル登録よろしくお願いします。
こんな感じですかね、皆さん。じゃあお褒めの言葉含めてありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。